もちろん、いずれこれ、それでは今回なんですけども、三井住友新 V ポイント開始ということで、今回は新たに始まった V ポイントのキャンペーンをまとめたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは 行ってみましょう。では、今回 V ポイントに関するキャンペーン、合計9個についてまとめたので、早速お伝えしていきます。早速一つ目、青と黄色の V ポイント祭りということなんですけども、それがこちらでございます。青と黄色の V ポイント祭り、当選者合計40万名、抽選で300名に1等5万円相当が当たるというキャンペーンでございます。こちら、三井住友カードを持っている方であれば、おそらくね、参加したことがある方いらっしゃると思うんですけども、こちらのキャンペーンは、キャンペーン期間中にエントリーの上、各期間合計税込1万円以上をご利用いただくと、抽選で最大5 5万円相当の V ポイントが当たります。さらに、キャンペーン期間中に分割払い、リボ払い、2回払いの税込1万円以上のご利用で、抽選で800名に5万円相当の V ポイントが当たるダブルチャンスというのもあります。キャンペーン期間は1、2で分かれておりまして、期間1に関しては、2024年4月の22から5月31日まで、期間2に関しては、6月1日から6月30日までとなっております。早速参加される方はこちらからエントリーをお願いします。次に、特定の細かいところなんですけども、各期間で V ポイントが当たるということなんですが、特 特典 1>, 1、条件1、2を両方達成した方が特典1の抽選の対象となります。さらに条件3を達成すると当選チャンスが10倍ということなんですけども、まず1等が5万ポイント300名、2等が1000ポイント3000名、そして3等が100ポイント40万名と、次にダブルチャンスということなんですが、特典1、4、両方達成した方が抽選2の対象で5万ポイントが800名ということですね。気になる細かい条件なんですけども、条件1、対象カードでエントリー。次条件2、キャンペーン期間中に対象カードで各期間合計税 1>, 込み1万円以上の利用するということですねこの各期間ということで、期間については先ほどお伝えしたような期間の1、2のパターンですね。次、条件3に関しましては、以下条件達成で得点1の当選チャンスが10倍ということなんですけども、得点1というのはここですね。条件1、2達成の上、対象期間でのご利用ということで、例えば、ガストとかバーミヤン、シャブヨー、ジョナサンとかユベアン、ゆめやその他のスカイラックグループの飲食店、あとはスキア浜寿司ココス、ドトルコーヒーショップ、エクセルシオルカフェということで、こういったところで決済すれば、 ま当選チャンスが10倍になりますよということですねまあここはねよく見かけたことがあると思うんですけども三井住友カードのね対象のコンビニ飲食店で最大7%還元の飲食店とかそういったところが今回の条件3のところに一部入っておりますで条件3を使う上での注意事項として例えば商業室内の店舗とか一部条件3の対象とならない店舗もありますのでそこはね気をつけてくださいそして先ほどちらっとお伝えしたさらに以下条件達成でダブルチャンスという条件4なんですけども条件1の達成に加えてキャン キャンペーン期間中に税込1万以上の分割払いリボ払い2回払いによるご利用ということなんですが、これに関しては無理に使う必要はないんですけども、ここら辺に関しては上手に使える方をですね。活用してもいいかなと思います。で、この条件4に関しての注意事項はしっかりとここに出ておりますので、全部読んだ上で参加してみましょう。そして、得点が付与される時期に関しましては、期間1と期間2でそれぞれ分かれておりますので、こちらもね。押さえておいてください。ちなみに対象カードに関しましては、基本的には v ポイントが貯まるカードとなっておりまして、キャンペーン対象とならない。カードもこちら。 ククリッッもしくはタップすすると一覧ででカードが出てきますのでこちらもご確認をお願いいたしますちなみにですね、今回の V ポイント祭りに関しましては、よくある質問の中にもこういった風に出ておりまして、どんな利用が抽選の対象になりますかということなんですけども、プリペイドカードや決済アプリ、電子マネーなどへのチャージ利用、三井住友カード、積み立て投資、ETC、各種公共料金や納税も対象となるということですので、もう基本的には本当三井住友カードで決済すれば、大体が対象ですよっていう風な認識でいいかなと思います。なのでね、まあ、とりあえず、この V ポイント祭りに関しては、三井住友カードも 持ってている方はエエンンンントトリリーーーすすべききキャンペーンののつだと思いままで早速ねエントリーをしておきましおょう続きまして二つ目、ID 連携10万ポイントということで、それがこちらですね、新ポイント誕生記念 ID 連携キャンペーンということなんですけども、青と黄色の V ポイントスタート、ID 連携で10万人に V ポイントが当たるというキャンペーンなんですが、こちらに関しましては、V 会員番号、前の名前で言うと、T 会員番号と、今回の SNBC グループの ID を連携すると、抽選で10万名様に V ポイントが当たります。一等なんと10万ポイント、オリーブ油、 クリスストトトモーーード機能付きは当選確率が10倍にになります青とと黄色のの V ポインンンタート記念のキャンペご参加くださいということなんですがこれはね、おそらくほとんどの方が参加できるかと思うんですが、ID 連携するとどうなるのっていう、そもそものところなんですけども、V 会員番号と SMBC グループの ID を連携すると、V ポイント、旧名称で言うと、T ポイントと SMBC グループで貯めた V ポイントをまとめて管理、利用することができます。ID 連携の詳細についてはこちらっていうところがあるんですけども、これクリックもしくはタップすると、このようなページが出てきますので、詳しい 情報を知りたい方はこちらのページもチェックお願いしますこのキャンペーンの条件としたら VPAS または VPOINT Pay アプリから ID 連携を行うと。ID 連携の方法に関しましてはこのページに出てる通りで、これ VPAS のアプリですね。VPAS アプリの v ポイントをダブルで貯めるってことがあるので、ここをタップ。そのまま同意して次へ進んで、次に T カードを持ってる方は T カードを使って設定すると。あとは T カード番号を入力をするか Yahoo Japan ID でログインする。電話かけて認証して、あとは最後のこの右側のような画面になれば手続きは完了という流れで、結構ザクッとできるような画面 面でではあるんですけども僕がちょっと動画を撮撮影影ししてててるるのののがが4月の23 V ポイントと T ポイインントトととと T 統合が発表されて翌日にちちょょっっんですけどもちょっと現時点では i d の連携とかできないみたいで、なんか昨日からね、不安定な感じのことがちょくちょく出てるような様子ではあります。なのでちょっとこれに関しては、時間を置いてやっていただいたりですとか、あとは翌日の朝とかにもう一回試してみるとか、そういった感じで試していただければと思います。実際にちょっと僕も今、は現時点ではできておりません。今のは V パスアプリからのやり方なんですけども、 V ポイントペイア,アプリ。以前の名称で言うと V ポイントアプリですね。そこからも一応 ID 連携を行うことができまして、V ポイントペイア,アプリからここの画面に入って、V ポイントをお買い物に使いましょうという、ここをタップして、あとは V パス ID で連携か銀行口座で連携。そこから画面をどんどん進めていくと、このように V ポイントペイア,アプリと V ポイントカードが出てくるという流れになります。で、特典に関しましては、抽選で10万名さんに V ポイントが付与ということ。そして、オリーブユーザークリストモド付きに関しては、当選確率が10倍ということなんですけども、 10 100 1000 900 100 99000万ポポポイイインンントトトががが名、名、名そして2等1000ポイントが900名3等3とということになります。で、もし当たっていた場合に関しましては、2 0 2 0年8月末までに V ポイントが付与されるという流れになりますね。なので、このキャンペーンは正直めちゃくちゃ簡単で、もうほんと今見ていただいている方が全員参加してほしいと思うんですけども、残念ながらまだね、撮影してる時点では ID 連携できないっぽいので、ぜひね、またタイミングを見て ID 連携試してみてはいかがでしょうか。続きまして3番目、V ポイントペ y アプリ10%還元というキャンペーンなんです。 それがこちらです、ね、新 V ポイント誕生 V ポイントペイアプリ体験キャンペーンというのがありまして以前の名称で言うと先ほどもちらっとお伝えしたように V ポイントアプリというサービスがあったんですけどもアップデートして V ポイントペイアプリというサービスが始まりますこのキャンペーンは V ポイントペイアプリ新規ダウンロード &V 会員番号以前の名称で言うと T 会員番号と SNBC グループの ID 電気を行った方限定となりますそして V ポイントペイアプリのビザのタッチ決済を使って10 5%還元で上限が500円ということですのでで V ポイントペイアプリで5000 500円分使ったらにに到達すするとというここなりますねでこのキャンペーンね、僕もいいなと思って参加したいなと思ったんですけども、残念ながらちょっとこちらを見てほしいんですが、スマートフォンアプリ v ポイントは、2024年4月22より v ポイント p a y アプリへと名称が変わりました。スマートフォンアプリ v ポイントをダウンロード済みの方は、当キャンペーンの対象とはなりませんということになっておりますので、残念ながらですね、僕と同じように、 以前から V ポイントアプリをですね、使われた方はですね、このキャンペーンに参加することはできませんので、あくまでも今回は新規でダウンロードされる方、そして ID 連携をされる方が対象ということになります。キャンペーン内容に関しましては、対象者は V ポイントペイア,アプリの新規ダウンロードと ID 連携をした方と、ID 連携の方法についてはちょっと飛ばします。条件に関しましては、新規でダウンロードした後に、V 会員番号と SMBC グループの ID を連携するということ、そして V ポイントペイア,アプリを起動して、バーコードが表示されることを確認して、V ポイント ペイアプリで、ビザのタッチ決済を行いますで今回ですね、500円分が上限で還元されるということではあるんですけども、特典で還元されるのは、プリペイドバリューということで還元がされて、アプリの残高に直接が反映されます。なので、これを見たら、あ、V ポイントが付与されるのかなという風に一瞬見えるんですけども、まあ、残念ながらですね、V ポイントではなくて、プリペイドバリューというのが付与されて、残高に関しては、例えば Amazon ギフトカードの購入をしたりとか、もちろん実店舗で決済することもできますし、あとおそらくなんですけど、モバイルスイカとかのチャージもいけるんじゃないかなという に思います。今回の特典に関しましては、2024年、ね、7月末までに付与がされるという流れになります。というのが3つ目。続きまして4つ目。エラベル保険50ポイントということなんですけども、これは今回のね、V ポイント統合とは全然関係ないんですけども、正直もうただで50ポイントがもらえるので、サクッとやっちゃいましょうということで紹介します。エラベル保険2周年記念キャンペーン。漏れなく50ポイントがもらえるキャンペーンですね。簡単なアンケートを答えるだけということなんですけども、このキャンペーンすでに始まっておりまして、6月30日までです。キャンペーン内容なんですけども、対象となる方は期間中に以下の 条件を全て満たした方と選べる無料保険の対象カードをお持ちの方、そしてアンケートに回答していただいた方となります。特典内容はアンケート回答者全員に v ポイント50ポイントがもらえます。そして対象カード一覧ということで、今出てるような。こういった三井住友カードプラチナプリファードであったりとか、あとは三井住友カードゴールドナンバーレスとか、あとは三井住友カードの通常のナンバーレスというような、こういったカードを持ってる方。あとはオリーブフレキシルペンとかゴールドプラチナプリファードこういったのも対象ということになります。やり方に関してはめちゃくちゃ簡単で。 キャンペーンの流れとして、選べる無料保険について確認をする詳細はこちらをクリックもしくはタップしてください。そしてアンケートに回答。それだけで50ポイントがもらえるんで、もう本当にやりましょう。もうタダでもらえるので、もうやりましょう。得点付与に関しては7月末頃ということですので、もう対象のカード持っている方であればもうタダでもらえるので本当にねやっちゃいましょう。続きまして5つ目はモバイル V カード提示プラススマートフォンのタッチ決済10%還元ということで、それがこちらですね。モバイル V カード提示プラススマートフォンのタッチ決済で漏れなく10%ポイント されるというこちらのキャンペーンでございます。モバイル v カード投与ということで、id 連携を行うと、v パスアプリや v ポイント pay アプリで表示できるバーコードです。v ポイントを提携先で提示すると v ポイントが貯まります。ということで、以前の名称で言うとね。モバイル t カード、それがアップデートして、今回はモバイル v カードという名前になります。id 連携については先ほど紹介したので省きます。キャンペーンに参加するためにはまずエントリーが必要となりますので、こちらからまずエントリーをしましょう。では、キャンペーンの細かいところを見ていきましょう。対象カードに関しましては、こちら対象カード一覧をクリックすると今出てるようなオリーブ。 とととか、か、三三井井住住友友カカカーーーーード、ドドドププラチナ、ナフのンバーレス、こういったカードもね、対象となります。続きまして、細かい条件ですね。条件1から3を満たした期間中のご利用が対象となりますということで、まず条件1はエントリー。条件2は V パスまたは V ポイント Pay アプリから ID 連携を行う。条件3に関しましては対象店舗にて、モバイル V カードをまず提示する。その後に対象カードを設定した Apple Pay または Google Pay の Visa のタッチ決済、マスターカードタッチ決済を利用するということになります。このようにカードを提示。そして、 タッチ決済で、ここに注意書きで出るように、V ポイントカード、各9名称で言うと、T カードの提示は対象となりませんということで、まあ、簡単に言うと、物理カードの方ですね。今回はあくまでも、モバイル V カードというのを提示するのが条件となりますので、以前から持っている物理カードの T カードを提示してのキャンペーンの参加はできないということになります。あとは、ID 決済とかカードの差し決め、時期取引、V ポイントペイアプリの支払いは対象とはなりません。で、ここも気をつけてほしいんですけども、セルフネージのとかで、Apple Pay のボタンを先 選択された場合は ID での支払いとなるのでその際はクレジットカードっていうのを選択した上で決済してくださいあとは Google Pay に関してはマスターカードのタッチ決済を使うことはできません 特典内容は条件を満たしたご利用金額、税込み200円につき V ポイントが10%還元されます。そして条件を満たしたご利用1件ごとに還元ポイントを算出して、税込み200円を下回る発数は切り捨てとなりますので、ちょっとこの部分少し難しいですね。次に10%の内訳に関しましては、対象のコンビニ飲食店での元々の7%還元あると思うんですけども、あとはプリファードストアの7%還元ですね。そこからモバイル V カードの0.5%、及び当キャンペーンの特典2.5%となりますので、ちょっぴりお得になるという感 いい感じに捉えていいかなと思いますなお、ガスト、バーミヤン、シャブヨをジョナサン、ユメアン、そのほかスカイラックグループの飲食店では、モバイル V カード提示での還元率が200円ごとに0.5%になるので、ご利用金額によっては合計10%とならない場合もあります。それぞれの特典付与時ェキが異なり、当キャンペーンの特典付与に関しましては、2024年の9月末までを予定しているということで、結構後の方に付与されるイメージになりますね。なので、わかりやすい10%の内訳もこんな風に出てますね。元々のタッチ決済の7%が で、モバイル V カードの提示。そして今回のキャンペーン特典の2.5%が上乗せされると。そして対象店舗に関してはガスト、バーミヤン、シャブヨー、ジョナサンさんとか、スキマズ淳、ココス、ドトールコーヒー、エクセルシュールカフェ。で、対象店舗一覧をクリックもしくはタップすると、今出てるようなこういったところが出てきます。まあ、かなりね、お店に関しては限られるとこではあるんですけども、たまーに利用するとか、あとはよくカフェとかここら辺利用するんだなという方からすると結構嬉しいキャンペーンになりそうかなと思います。このキャンペーン比較的ね、6月3 0日までと長いキャンペーンになってますんで、この期間中はちょっぴりお得にね、ここら辺のお店 かなり使えるんじゃないかなというふうに思います続きまして6つ目1億人に100万ポイントアプリガチャということでそれがこちらですね VV 誕生祭アプリでチャレンジ毎日回せる1億人に最大100万ポイントというキャンペーンでこちらのキャンペーン6月30日まで開催中でございます V ポイントアプリで毎日実施中今すぐダウンロードということでまずは V ポイントのアプリをダウンロードしてそこから V ポイントアプリからガチャページに入りますこのバナーがあるのでここをタップしてくださいそこからガチャ回すをタップしてポイントを獲得という流れになるんです けども、1>, 1日1回毎日チャレンジすることができまして1等であれば1万ポイントがもらえる2等であれば100ポイントそして3等であれば1ポイントがもらえるというキャンペーンとなっておりますそして得点ポイントの有効期限は2024年9月30日までということでなのでこのキャンペーン自体も誰でも参加することができるので結構いいキャンペーンかなと思いますねさらにダブルチャンスということでガチャに参加いただいた方から抽選で10名様に100万ポイントをプレゼントされますなのでこのキャンペーン自体は正直かなり緩いキャンペーンになっておりますので毎日のポイカツルー ルーーティン的なな感感じじででででね参参加加するととといいいううう当たったっらラッキーかかかこししてみてみはいかがでしょうかまだね、この動画を撮影している時点では、まだアプリをね、開くことが残念ながら僕は今できないので参加することができないんですけども、もしアプリが復旧したらですね、ぜひこのキャンペーン、サクッと参加してみてはいかがでしょうか。続きまして、7番目、買い物するたびに毎日当たる最大1000ポイントということで、それがこちらですね、VV 誕生祭、お買い物するたびに毎日最大1000ポイントが当たるというキャンペーンなんですけども、お買い時に T カード、これは物理カードの T カード、もしくはアプリの提示っぽいですね。 倍率のお買い物で当たるというキャンペーンで、こちらに関してはまずエントリーをしましょう。そしたらこんな風にエントリーズみになりまして、対象店舗のお会計で v ポイントカードをか t カードやモバイル v カードを提示して、v ポイントを1ポイント以上貯めると抽選の対象となります。これは1日1。会計までというルールでエントリー時のログイン id に登録した v 会員番号と店舗利用時の v 会員番号が同一の場合のみ対象となります。そして、アプリなら抽選口数が2倍になるんで、物理カードよりかは今回はモバイル v カードを提示しましょうということですね。で、今回の。 ゲットまでの簡単3ステップということでまずは先ほどお伝えしたようにキャンペーンにエントリーをしましょうエントリーした月の最初のお買い物から抽選の対象となります次に対象店舗で V ポイントを貯めましょうチャンスは毎日お一人様1日1会見までいい、e、カードまたはアプリを提示して V ポイント1ポイント以上貯めると一口分の応募となりますそして先ほどもお伝えしたようにアプリなら抽選口数が2倍になりますそしてポイントゲット毎日のお買い物でどちらかが当たる抽選です。総計1万名様に1 0ポイントまたは漏れなく。 1ポイントというようなキャンペーンですね。抽選結果に関しては得点申請をもって発表されます。特典ポイントはご利用月ごとまとめて翌月下旬に申請がされるという流れになりますね。で、主なキャンペーン対象店舗ということで、4月22日から新しいお店が仲間入りしたということですね。例えば、スキアとか、はま寿司ココスとか、中泥とか、あと、ジョリーパスタとかですね。他にもビッグボーイとか、今出てるようなこういったお店が対象ということになります。結構数多いですよね。コンビニもね、ファミリーマートとかもありますし、スーパーもね、こういった風にありますんで、普段使ってるお店でとりあえず T カード、 もしくは、モバイル V カードを提示して、とりあえずあとお買い物すれば、このキャンペーンにもしかすると当たるかもしれないということですので、当たってすごい大きなポイントがもらえるかっていうと、ちょっと絶妙なところではあるんですけども、もらえたらラッキーかなという感じでね、参加してみてはいかがでしょうか。次8番目、毎日全員当たるくじ1等10万ポイントということなんですけども、それがこちらでございます。毎日全員当たるくじ1等10万ポイント、V 景品交換ということで、これもね、誰でも参加することができまして、くじの参加方法として、くじを引いて その後にくじの結果が出るとそして V 景品交換で500ポイント以上の景品を交換すると当選ポイントをゲットという流れになります当選ポイントは1等10万ポイント2等200ポイントそして3等が5ポイントというような感じになっておりましてこの V 景品交換っていうのは貯めた V ポイントと景品を交換できるサービスとなっておりますこれに関しては390ポイントからね交換することができまして結構ね昨日 X 上で盛り上がってたのはこのギフトカードでね交換するのがいいっていう風にも結構聞いてますちょっと早速くじ引いてみましょうそうするとこんな風に当たり200ポイント ということでこんなページに変わりましたね。そうすると今出てるようなこういった Amazon ギフトカードとかにも交換することができるみたいです。ちらっと出てるようにこういった数量限定になってるみたいで、Amazon ギフトカード100円分に交換するために120ポイント必要であったり、Amazon ギフトカード500円分に交換する場合は590ポイント必要であったり、Amazon ギフトカード1000円分であれば1180ポイント、Amazon ギフトカード5000円分であれば5900ポイントということになっております。で僕が動画を撮影してる時点ではこんな風に Amazon ギフトカード100円分が先着3000名様で120ポイント必要で残り という風に表示されておりますんでちょっとね動画アップしてる時点ではこの数字も変わってるかもしれませんのでもし行う際はそこもね気をつけていただければと思いますで最後9つ目は VV クーポン祭り5ポイントということでそれがこちらですね VV クーポン祭り4月22から新しいお店が仲間入り5ポイント新規加盟店限定1ポイント以上の買い物で5ポイントがもらえるというキャンペーンですね今出てるのは例えばスキヤとか中浜寿司ココスっていうのがありましてスキヤだったらクーポンこちらをクリックもしくはタップすると V カードクーポンということでスキヤで使えるお店を使っ っポイントをもらえようということなんですけども、このセットをクリックもしくはタップすると、あとはここにちょっと出てるような利用条件としてクーポンセットを対象のお店で V ポイントカードを提示すれば1ポイント以上貯まるお会計をすると、そうすることでこの5ポイントがもらえるという流れになりますんで、今回いろんなキャンペーンでもスキヤが対象であったりとかもすりますし、他にもハマ寿司もねココスも入ってたりもするので、そういったキャンペーンとかなり組み合わせればまたねさらに V ポイントがうまくね貯めれるんじゃないかなという風に思いますんで、こちらの、ね、クーポンもズラリと出ておりますので、利用される方はぜひ、ねチェックして してください。っていうような感じでざっくりと合計9つのキャンペーンについて紹介しましたここまでお伝えしてさらに集中して V ポイントを貯めたい方がいらっしゃるならこれは僕の動画で何度も紹介してるんですけども口すっぱく言ってるんですがポイントサイトを絶対有効活用してくださいこれがあるかないかだけでもね全然 V ポイントが貯まる勢いっていうのは違うと思います断言できます全然違いますこれはね僕が一番動画で紹介してるポイントサイトのハピタスっていうところがありましてこういったところのハピタスとかそういったサイト内で今出てるようなネット通販を使ったり とととかかかクレジットカードをを作成したしたりとかとた,たまりり証券口座開設ここで言うと、ハピタスポイントというのが貯まるんですけども、この中で例えば、動画内で紹介したような三井住友カードというのを、この検索のバーのところで検索をします。で、ちょっとパソコン画面なんですけども、スマートフォンからでももちろんね、同じようなことができます。三井住友カードというふうに検索をかけると、今出ているような三井住友カードナンバーレスとか、ゴールドナンバーレス。三井住友カードビジネスオーナーズゴールドとか、三井住友カードゴールドナンバーレスのオーロラデザイン。 あとはプラスナプリーファードというような感じで案件がずらりと出てくるんですが、例えば三井住友カードのナンバーレス2800ポイントという風に出てると思うんですけども、こちらをクリックもしくはタップすると、この三井住友カードナンバーレスを発行するだけで、なんと2800ポイントのね、ハピタスポイントを獲得することができます。ハピタスでは1ポイント1円相当として換算がされるので、この中では2800円みたいな感じでね、捉えることもできます。 のね獲得条件とかねしっかりと全部読んでいただいて案件をこなす際はこのポイントを貯めるをクリックもしくはタップすればあとは三井住友カードの発行の流れに移るのでそうすれば後日この2800円相当のポイントがもらえるという流れになりますちなみにこのポイントに関しては現金にも交換することができますし今回紹介したような V ポイントにも手数料無料でね交換することができますハピタスポイント500ポイントから V ポイント500ポイントということで交換できますのでハピタス内でコツコツねたくさんの案件をこなしてって V ポイントをね貯めればかなり り効率よくくねね V ポインンントを先ほどののキャンペーとととか併用用ししなががら、ね、貯めるこここでできますのでぜひこういいったところも活ててみてくださいちなみに僕はね、こちらポイントサイトハピタスの認定ユーザーという,うになっておりまして、僕の登録リンクから登録していただくと、最大で1300ハピタスポイントを獲得することができます。この最大1300ポイントを狙う場合は、このページの一番下に出ておりますので、気になる方はね、こういった条件をぜひ見ていただければと思います。まあ、そんなことで今回は新 V ポイントお得キャンペーンということで簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。本当は今回このキャンペーンに関しては、 アップしたかったんですけどもありがたいことにですね昨日 X でもポストしたんですが T ポイントと V ポイントの統合のイベントに直接東京で参加させていただきまして大変ありがたいことにですねこの発表を自分の目で見ることができましたしかもねその時ちょっといろいろネットニュースが出てたと思うんですけども初めてですねこのイベントではあの芸能人の小栗旬さんとか吉高由里子さんとかねいらっしゃってその2方もですね目の前に出てきてすごいテンション上がりましたちょっとねその写真はねアップすることはできないんですけどもさすがにめちゃくちゃテンション上がりましたね でまあ、今回に関しては、バタバタね、キャンペーンのまとめをちょっと作っておりますので、また、この新 V ポイントに関しての、ちょっとした機能面とか、僕が使ってちょっと気づいたこととかあればね、随時、また一つ一つね、まとめて動画でアップする予定ではありますので、それに関しては、また気長にね、待っていただければと思います。今回動画でお伝えさせていただいた各キャンペーンリンクですとか、ハビタスの登録リンクについては概要欄に貼っておきますので、また詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。